ご飯が進むご飯泥棒です。ニラと生姜の相性の良さ。さあ今回もババッとババご飯をご視聴いただきありがとうございます。今回は豚のトロットロニラ玉です。ニラ玉の卵をトロットロに仕上げるポイントを紹介していきたいと思います。こちらはですね、ご飯が進むご飯泥棒です。でポイントはマヨネーズですね。このマヨネーズを使って卵をふわふわトロトロに仕上げたいと思います。ババッとババご飯豚のトロットロニラ玉、材料はこちら。豚バラ肉スライス 80g、ニラ1/2パック、生姜 10g、 卵2個、マヨネーズ大さじ1、サラダ油大さじ1、合わせ調味料酒小さじ1、醤油小さじ1、オイスターソース小さじ1、片栗粉小さじ1、水 50cc。 じゃあまずはニラを切っていきます。3センチ幅ぐらいですかね。ニラを切ったら、生姜皮付きのまま使います。よく洗って皮ごとですね。皮が付いてる方が香りも生姜っぽい香りがよくするので。豚とニラと生姜は合いますね。はい。でこれを千切りにしていきます。まあ量はお好みで、僕は生姜大好きなのでたっぷり入れますが、お好みでいいと思います。皮が苦手な方は皮取ってもいいです。はい。ちょっと僕はたっぷりめに使います、今回で。あとは豚バラを切ります。適当な大きさに豚バラスライスを切ってください。それでは野菜を切り終わったら合わせ調味料を作りたいと思います。まずは片栗粉ですね、小さじ1で、お醤油も小さじ1いきましょう。調理している時に水溶き片栗粉とかつけるの大変なので、先に合わせ調味料を作っておくと楽ですね。でオイスターソースですね、これも小さじ1ぐらいですね。お水です。でお酒で、これで片栗粉をよく溶いておいたら、慌てずに後で味付けができますんで。はい、こんな感じです。ではまずは卵から先に加熱します。ボウルに卵ですね、卵、ここにですねマヨネーズを大さじ1ぐらいですかね、結構たっぷりめにいきましょう。このぐらい入れます。マヨネーズにはお酢と油が入っているので、卵をふわふわに仕上げてくれます。で溶きます。で下味もほんのりつきますんで、こんな感じで。はい。あ、もう軽くでいいんですね。軽くで、そんなに、はい、混ぜすぎずに、まあ、混ざらないのでそんな綺麗にはですね。でこちらを加熱します。最初に卵をちょっと加熱してあげます。油を引きます。しっかりとフライパンを熱してからですね。どうでしょうか、もう熱くなったかな。いいですね。ここで軽く火を入れます。まあ、フライパンから下ろした後もですね、余熱で火が入っていきますんで、もうこのぐらいですね。これぐらいで出します。こんな感じです。軽くこのぐらいですね、加熱するのがポイントですね。じゃあ豚バラスライスと生姜を入れていきます。そしたら火をつけます。
豚バラの油でね、生姜も加熱してあげると辛みも程よく飛んで、結構たっぷり入ってますけど辛すぎないので一緒に加熱していきます。まあ、ガツンとパンチを出したい方はニンニクを一緒に入れても、生姜なくしてニンニクでもいいと思います。まあ、ニラが入ってるんでね、結構ニラのガツンとした香りはあるんで、はい、ある程度ですね、豚肉に火が通ったら合わせ調味料を入れていきます。で、しっかりとここでまた片栗粉が沈殿しているので混ぜていただいて、でここに水が足りないなという場合は足してください。お水をちょっと足しましょう。こんな感じですね、ちょっと薄いあんぽく、最初にきっちり水を足してとろみをつけておけば、後から水足しても綺麗にまんべんなく伸びますんで、こんな感じにとろみがついたらニラですね。ニラもさっとちょっとこのね、油が通るぐらい、くたくたにしすぎないのがポイントですね。こんな感じです。シャキシャキがほぼ残ってる状態で卵を戻し入れます。で、そしたらもうさっと混ぜるだけです。ちょっと卵を温めるイメージですね。 OK、 もうこんな感じです。こちらで完成したので盛り付けます。はい、こちらに盛り付けていきます。いいですね、卵も程よい半熟で。こちらで豚のとろっとろニラ玉完成しました。それではいただきます。ニラはシャキッと、卵はとろっとなってるでしょうか。いただきます。うん、卵はふわっとろです。ちゃんといい感じに火が通って、で、ニラも火が通りすぎてなくて、繊維がこうね、歯の隙間に挟まる感じがないですね。歯切れがいい。うん、生姜がたっぷり効いてるんで、キレがありますね、こうね。ニラと生姜のこう相性の良さ。マヨネーズがしっかり効いております。そして、あんにはとろみがついてたので、ちゃんとニラも全部味がコーティングされてて、どこ食べても美味しい。というわけで今回は豚のとろっとろニラ玉を紹介しました。よかったら皆さんも作ってみてください。そしてチャンネル登録と高評価の方お願いします。以上、ババッとババご飯でした。